はい、こんにちは、この子猫です。今日の一日一冊はソクラテスの弁明です。哲学の入門書を読んでなんとなく哲学のことは分かった。次は実際に哲学者が書いた著作を読んでみようと思った方に最初にお勧めしたいのがこのソクラテスの弁明。ソクラテスの弁明とありますが、著者はソクラテスではなくその弟子プラトン。ソクラテスが青少年を堕落させたという罪で告発され裁判となり、そして死刑となった、有名なソクラテス裁判。その裁判におけるソクラテスと裁判官との対話を描いた、いわゆる対話編として有名な哲学書です。この本においてはソクラテスの代名詞ともいえる無知の知と問答法が出てきます。無知の知は自分は何も知らないということを私は知っている、よって自分は知っていると思っている人より私は賢いという論法。問答法はこちらが教えるのではなく相手に問いを投げかけることで相手自身に自らの過ちを気づかせる話法です。この2つを裁判官に対し使いまくるソクラテス。ちなみに街でも会う人にこの2つの話法を使って話しかけていたらしく、相当嫌われていたようです。そりゃほらあなたは知っているふりして何も知らないよね、だから私の方が賢いって言ってくるおっさんは嫌われますよね。そんなねうざいおっさんソクラテスの哲学的手法がですね分かりやすく学べる一冊ですので、ぜひソクラテスの弁明読んでいただければと思います。とこのようにこのチャンネルでは毎日一冊おすすめ本を紹介していますので、気に入ってくれた方はぜひ高評価やチャンネル登録していただけると嬉しいです。では明日もまた会いましょう。バイバーイ。